大阪は堺にありますインマヌエル教会の津田さときです。今日は2月4日、暦の上では立春です。まだまだ寒くても春が経つ、今日から春が始まるという日になっています。春は芽吹きの季節です。新しい命の誕生かと思えるような木々が草花がその生命力を形に表す、そんな季節です。でも芽吹きにはいろいろな条件が整う必要があります。水のことや養分のことや土のことや、そして春の日差しがもたらす暖かさ、暖かいその日が芽吹きの一つの重要な条件です。それが注がれるので春はいよいよ種が芽吹く。そんな芽吹く条件をイエス様は例え話に取り入れられて天国の話をされました。マタイの13章は天国の例えで散りばめられています。今日の場所はその最初の部分、有名な種まきの例えです。そして今日のテーマは愛すればわかるようになる天の御国の奥義、奥義と読む人もいますが、この奥義、御言葉を読み返してみましょう。マタイの福音書13章1節から17節。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか？イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あ
あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。イエス様が用いられたこの種まきの例え、人が種をバーッとまくその例えは、誰でも聞いている人が分かるような例え話として、身近なものとしてお話しされました。で、このお話の細かい解説は今日お読みいただいた17節より後のところに書いてあります。イエス様が例え話をこれはこういう意味だというふうに解説された場所はさほど多くありません。これは珍しく解説されています。ですからそれはどうぞ明日また聞いていただきたいと思います。その解説をここで言ってしまうと明日言うことがなくなってしまうので、今日は、そのことはお話ししませんけれども、4つの種があって、1つは道端に、1つは土の薄い岩地に、1つは茨の中に、1つは良い地に落ちたという、それぞれの例えがあります。で、それらの土地の持っている性質や意味がどういうものかということは明日に譲るとして、今日はイエス様がどうしてそんな例えを話されたんですかという弟子たちの質問への答えに心を向けたいと思います。要するに、まかれた種の種類は同じでもその結果が違う、それはなぜか。種に元気な種と弱かった種があるわけじゃない。同じ種がまかれても、そのまかれた土壌の違いによって結果が異なるんだということを話され、語られる言葉は同じでも、一言一句同じ言葉が語られたとしても、受け取る側の心がどのような心でその言葉を受け止めるか、どのような思いでその言葉を聞くかということで、その結果は変わってくるんだよとイエス様はお話になりました。批判的な心で、批判的な思いでイエス様のに付け狙っていた人たちがいます。戦争時代の迫害の時に日本の教会の話を聞いたことがあります。とても熱心に一番前でメモを取りながら一生懸命聞いている人がいたというのです。教会の先生は、ああ熱心な若者が来られたな、よかったなと思いながら一生懸命心を込めて話していましたが、後にそれが警察の使いで、そして何か言葉尻を捕まえてやろうと思って一生懸命聞いていて、そして後で訴える側に回られたの、その人を見てがっかりしたということを聞いたことがあります。イエス様の周りでも熱心に聞いているようでも、十二章を見るとどうにかしてイエスを捕まえて殺してやろうかと、そういう思いで付け狙っていた人たちがいることが書かれてありましたけれども、そういう人たちばかりではない。イエス様の周りには単純に純粋に幼子のような心でイエス様の言われることを吸収しようとして聞いている人たちがいたのです。聞いている言葉は同じです。イエス様は多くの人に同じ言葉を語られました。天国のこと、救いのこと、聖書の教えている真理のこと、救いの教え、さまざまなことを聞きながら、けれどもある人は単純に信じてその素晴らしい教えに心を打たれ、心が変えられ、人生が変えられて素晴らしい経験をした人たちがいます。けれどもなかなか尻尾出さないな、なかなか捕まえられることがないな、なんかないかと、そういう気持ちで聞いている人たちはどんなに恵みの言葉を聞いても、それぐらい一生懸命聞いていれば、心を開きさえすれば、心の中にその言葉を受け入れさえするならば、素晴らしい人生が始まるはずなのに、心を固くなに閉ざしている人たち、そういう人たちはいつまでもわからないのだ。イエス様はイザヤの告げた予言を14節以降に示して、そして聞かない人たちもいる、聞いても悟らない人たちがいるんだと教えなさいましたけれども、16節、あなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから
幸いです。例え話の終わりにも9節、耳のあるものは聞きなさいとおっしゃいましたが、この単なる体の耳だけではなくって、聞く思いのある心の耳を持っている人が本当に分かって聞くことができるように、例えの話をされたのだと言われているのです。これは私たちの日常生活の中にも、いろんな人とのつながりの中で、普段の生活の中でも、もし私たちが心を閉ざしていたならば気がつけないけれども、心を開いて愛の心で見ていたならば、人の痛みや心の深い思いに気がつくことができたり、あるいはそれに対応してあげることができるけれど、冷たい心、裁く心で見ていたならば、同じ痛む人があっても、その人の心の痛みを分かってあげることができないというような、日々の私たちの生活の中にも問いかけを与える事柄ではないかと思います。愛にあふれた柔らかい心、神様の恵みの雨にしっとりと湿らされた優しい心、温かい心は、神様のお言葉を聞くときに、それらをしっかりと受け止め、またそれを発芽させて、何十倍もの実をその生活の中に、また他の人々への実らすものとしてしていくことができますけれども、閉じた心では素晴らしい恵みの心も入ってきませんし、実らすこともできません。私たちの心は今日どのような状態でしょうか。イエス様の恵みによく耕された良い地として、御言葉の種を受け取りましょう。天の奥義、天国の奥義、それはとても一言で言い表すことができません。できないからこそ奥義と言われるのでしょう。でもここで言われている天国というのは、どんな場所、どこにあるんですか、いつ来るんですか、あそこですか、ここですかというものではなくって、イエス様は天国というのはあなた方の心にあるものだというふうにお話しなさいました。ですから、どんなに言葉として分かったって調べたって、天の奥義までには届かないけれども、イエス様を愛し、イエス様の愛を心にいただく者には、あ、天国が来た、神様の支配される国が、神様がおられる国が、神様の喜ばれるその国が来て、広がって、その力を、範囲を広げていくんだ、天国がある。その奥義はイエス様を愛することによって、イエス様の言葉を信じ受け取ることによって、さらに分かってくるようになる。イエス様は、耳のあるものは聞きなさいと今日も私たちに語りかけていてくださいます。お祈りしましょう。天の神様、心の耳の閉じたものでしたけれども、あなたは来て、心に、心の扉をノックして、開いてくださるように導き、私たちはイエス様を心にお迎えすることができました。あなたがお住まいになっていてくださる心と生活、心から感謝をいたします。そしてあなたがいてくださる場所、あなたを王としてお迎えしているところが、あなたの王国、あなたの御国です。どうぞ私たちの心に天の国を広げてください。私たちを通してこの地上にも、天の御国の恵みが広がって行きますように。そして多くの人たちが究極的な本当の神の御国に手を携え合いながら登り行くことができるように、助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。